ワンピースが大好きな神木です。ドーン！今回話したいのは火の傷の男ですね。皆さん、火の傷の男、1056話で突如としてね、その名前が出たんですけど、それからほとんどね、音沙汰なく、でも1021話の最後の見開き、ワンピースを手にした者にというのあの見開きにね、もういよいよこれからのワンピースの最終メンバーみたいなものが揃っておりますので、まさに火の傷の男というのは、最後のロードポーネグリフを持っていると思われるので、あの見開きに映っている全員が関与するというか、まあ狙ってくるような人物だと思われます。皆さんはこの火の傷の男一体誰だと思いますか？いろんな可能性がまだあるんですけども、最新情報をもとに今この人なんじゃないかというのをちょっと考えていきたいと思います。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではいきましょう。火の傷の男とは、一番最初に出たのはですね、先ほども言ったように1056話の中で、ローからロードポーネグリフの写しをもらったキッドとキラーの会話の中ですね。ファファファ、俺たちもこいつに本腰入れなきゃな、キッド。ワンピースの争奪戦に参加するには、火の傷の男を探せってのか、当てがなさすぎる。デルフィーが、ん？なんだそれ？と、まあ全く知らない様子で見てましたね。そしてキッドがね、それを見て好都合とも言っております。また、ローがですね、表情をちょっと隠して、まあ意味深な感じですよね。アニメではね、どうももう知ってるような感じで書かれてます。一方ね、こういったことに詳しいロビンもハテナという表情を浮かべてましたので、あのロビンですら全然知らないと言った感じですよね。まあキッド自身が当てがなさすぎると言っているので、まあキッド本人もね、いるのかいないのか、そこすらもあやふやな段階だと思います。でこれね、キッドというのはその情報というのをどこで得たんでしょうかね。まあ一緒に戦った和の国の中ではないですよね。それ以前の冒険の中でキッドたちが歩んだ航路の中で知ったということだと思われます。あの麦わらの一味であったり、そしてロビンが知らないということは、ごく一部の人間しか知らないはずですよね。まあ、すぐ知れる情報ではないというか、まあ、キッドたちの冒険というのは、そのほとんどがまだ明らかになっていないんですけど、まあ、生まれ故郷と、まあ、シャボンディ諸島と、そして新世界にね、入る前のちょっとした島とかですね、でその後にはホールケーキアイランドか、そこまでは分かってるんですけど、それ以外は分かってませんからね。まあ、しかしホールケーキアイランド、四皇の島に行っておりますので、まあ、ビッグマムのね、小生から聞いたという可能性もあるんじゃないかと思います。で、また、この火の傷の男に関しては、追加情報があって、それが黒ひげ海賊団の口から出たんですね。最後のロードポーネグリフをこの男が持っていると、そういう噂があり、本人については、まあ、外見の情報はですね、全然分かってないんですけど、黒い船に乗っていると、そして敵船が近づくと巨大な渦を起こして飲み込むということが、まあ、告げられましたので、まあ、これもね、当然本当のことだと思います。まあ、しかしこれしか分かってないんですよね。それだけ重要なね、みんながみんな追い求めたい最後のロードポーネグリフを持っていると思われるその人物というのは、ほとんどの人から知られていない存在であること、そして黒い船に乗っていること、そして敵船が近づくと巨大な渦を起こして飲み込むと、それしか分かってないんですよね。だからですね、あまり情報がない上に、シリューはですね、政府の人間ではないかと、まあ、推測しているんですけども、まあ、あくまで推測ですので、まあ、全然確定情報ではないと。でね、一応ですね、そのワンピースの公式の英語版というのがあるんですけど、その火の傷の男、どう訳されてるか知ってますかね。それがですね、 The man with the burn scar なんですね。火傷の跡がある男と訳されてるんですよね。まあ、一口に火の傷の男と言っても、体にね、その漢字の火というですね、傷跡があるでも火の傷の男とも言えるし、たまにあのブルックがいたルンバー海賊団の船長のヨークがね、火の傷の男なんじゃないかと言われていた時はですね、まあ、顎に火というカタカナがですね、書いているように見えるので、そうじゃないかと言われていたんですけども、一応公式の英語版では火傷の跡がある男だと書かれてますので、まあ、ちゃんとね、火傷の傷を負っていると、まあ、そういうことだと思われます。はい、それではこの火の傷の男の候補、今誰が考えられるでしょうか。候補1、1121話のシルエットの人物。はい、その見開きですね、ワンピースを手にした者にといったあの見開きの右下にですね、シルエットの人物いましたよね。あれがですね、火の傷の男なんじゃないかとよく言われております。まあですね、これ現在結構最有力候補なんじゃないですかね。というのもやっぱりですね、あの見開きというのは今から最終決戦に向かうにあたって鍵になる人物たちというのが集められた、まあ、見開きだと思うんですよね。そう考えていっても、火の傷の男というのは必ず重要な役割というか、ワンピースを手にする者が全員、まあ、一旦そこを目指さなきゃいけないようなところがあるので、すごい重要ですよね。なのでこれから重要になる一人としてあそこに書かれたと、まあ、そういう点で考えると、もう全然申し分ないじゃないですか。なのでもしかするとあの人物というのが火の傷の男であり、そしてまだ今作中には出ていない新しい、まあ、デザインのキャラクターじゃないかということですね。可能性2人目、ハグアール
ディサウロですね。まあ今エルバフにいると思われますけども、まあまさにね、サウロというのは、まあお腹でバスターコールに巻き込まれて、一旦クザに凍らされたとはいえ、その後、まあ火の海に巻き込まれたからこそと言っていいのかわかんないんですけど、おそらく氷が溶けて生き延びたと思うんですけど、しかしやはり火の海なので、まあものすごい火傷を負ったと思われます。まあそういう意味でも、火傷の傷がある男として、まあハグアルディサウロというのは適任ですし、そのお腹の無念をね、知っているからこそ、4つ目のロードポーネグリフを手に入れていて守ろうと決心したと、そういった背景もありそうですよね。まあ、ましてやエルバフですからね。エルバフにそもそも4つ目のロードポーネグリフがあると言われても全然おかしくない状況ですので、お腹の石をある意味継いでいるサウロが守っている、そしてその噂がね広まっていって、えらい火傷がある巨人がねそれを守っているんだということで、まあ、火の傷の男がそれを持っているという話が、まあ、世界中に今回っていて、キッドは知ることになったと、まあそういうことなのかもしれません。候補3人目ですね。サボですね。これどうでしょうかね。まあ理由としては、炎帝サボじゃないですか。まあ火がつながりますし、顔には傷もありますからね。まあ火と傷があるわけですね。まあしかし懸念点としては、サボの情報というのは、もう世界中に広まってますよね。なので、サボが火の傷の男であるということであれば、ロビンがですね、全然反応しなかったのがおかしいようにも思いますし、革命軍と一緒にいた際に、ロビンとサボというのは一緒にいましたよね。まあ、ロビンがハテナとなる意味がわからないというのと、まあ、仮にですねサボがそんなに重要な役割を担っているのであれば、ロビンがねルフィに伝えているでしょうからね。あなたが追い求めている最後のロードポーネグリフはあなたのねお兄ちゃんのサボが持っているのよとね、まあ、それ全然言っていいじゃないですか。でもそういうことがないので、まあ、厳しいんじゃないかという感じですね。また炎帝呼びでいいはずなのに火の傷の男というのはちょっと遠回しな感じがしますもんね。なのでねサボはちょっとね、まあそういう声はねちょっと散見されるんですけど、可能性としては低いのかなって感じですね。候補4人目、これも言われますね。ルフィ本人ではないかと。どうでしょうかね。まあ確かにね、胸につけられた傷というのは、杯のマグマグのね、まあ拳によってつけられておりますので、火の傷と言って差し支えないですもんね。まあしかしね、ルフィというのも懸念点が結構あって、当てがないと言いつつね、実は目の前にいたというのはですね、これだけ長く一緒にいて、キッドから見てルフィがそうであると気づかないのがかなり違和感ありますもんね。そしてね、まあ何よりルフィっていうのは別にロードポーネグリフ守ってませんからね。私たちが一番ね、ルフィたちの冒険を読者というのが一番追っているのに、そこにね登場していないというのはまあありえないかなっていう感じですね。続いて候補5人目、これはねその1121話とか1122話でキングが出てきましたよね。だからちょっと可能性としては浮上してるのかなという感じですね。それがまだどこかで存在している、まあ、別のルナーリア族ですね。まあ理由としてはルナーリア族というのが、まあ、そもそも発火する種族ですし、まあ、まだまだ謎が多いと。今のところルナーリア族というのはキングしか出てないんですけど、まあ別のねルナーリア族がね生きているというのは十分ありえますので、その人物が最後のロードポーネグリフを守っているということなのかもしれませんね。しかしまあこれもねキングをね見る機会、接する機会というのはきっと海賊団からしてもいくらでもあったと思うのに、キッドやキラーが全然そこに反応してないと、まあ、最後まで気づいていないというところが、まあ、ちょっと違和感かなという感じですね。そして候補6人目、元ロジャー海賊団員ですね。まあこれは根強いというか、まあ、何よりねその最後のロードポーネグリフを知っている人物というふうに考えていくと、ラフテルにその4つを集めていったのはロジャー海賊団しかいませんからね。おまけにロジャー海賊団のクルーの行方というのはほとんど分かっていないわけなんです。当てがないという表現にもぴったりですし、ロジャーがねこの最後のロードポーネグリフだけはお前がずっと持っといてくれと誰かに託したということであれば、かなり自然な流れですもんね。懸念点もあんまりないように思います。じゃあ元ロジャー海賊団の誰がそうなのかと考えた時に、まあ、個人的にはね可能性が一番高いのは、あの631話の扉絵で書かれた、まあ、クロッカスさんとお酒をね双子岬で組み交わしていた人ですね。まあ、あの人こそね、まあ、まさに当てがない人の感じがしますし、元ロジャー海賊団の一人なので、クロッカスさんとねそこまでその窮地の中になっているということは納得じゃないですか。まあ一見ね後ろ姿は四季に見えるんですけど、そもそもねロジャー海賊団のクロッカスさんとロックス海賊団の四季ですからね、敵対関係にあるはずなのに、今双子岬で仲良く酒をね組み交わしているというのが違和感があるので、四季と見せかけてやはりロジャー海賊団の一人だったんじゃないかなと思うんですよね。そう考えるとやっぱりね意味深にあそこで書かれているし、火の傷の男というのはまだ分かっていないと、まあ、そこはね綺麗に結びつきそうな感じがします。はい、皆さんの中ではどうでしょうかね。その1121話のあの謎のシルエットの人物、もしくは元ロジャー海賊団の誰かというのが可能性として今はね一番高いんじゃないかなと思われます。はい、ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。